老犬ホームとは犬版老人ホームとも言える老犬の修正まで世話を代行するサービス。環境省動物愛護管理室によるとペットホテルは最近増えているが1年以上を想定した長期間預かる施設は聞いたことがない。ペットの高齢化に伴い老犬ホームのようなビジネスは今後も出てくるだろう。ペットを手放す理由などを伝え入所審査をパスする必要がある。 高齢者がペットを飼うことも増えているため、飼い主の急な入院等により、ペットをどうしても手放さないといけない場面が増えている。そこで捨て犬捨て猫の問題に発展しないため、とても今後重要な施設である。老犬ホームは主に、栃木県、和歌山県、北海道など都心から離れた場所に多い。栃木県日光にあるペットリゾートカレッジ日光では、 日本最大3万3000坪のドッグランを併設しているなど、ペットの健康面を考え、広大なドッグランを併設している施設もある。また、近年では郊外型の施設ばかりではなく、茨城県龍ケ崎市にある、老犬ホームペットホテルゆるやかのように駅から徒歩5分という、利用者の利便性を重視した施設もある。読売ウィークリー2007.09-16号、 有料老犬ホーム日光に登場。ここまで来たか。預かりサービス最前線洋服。老犬、遺体など、多様化進む。ありがとうございます。